はい、こんばんはこんばんは。さあ、この日がやってまいりました。皆様とコマンドとやらを見ようかなと思います。シュワルツネッガーのパワーが炸裂する傑作バイオレンスアクション、これ以外の情報が書いておりません詳細で送るのか。まあいいや、見なくていいだろう、この辺はねまあとりあえずちょっと、待ち合わせのために、そうだな、5分10分ぐらいをめどに、再生しようかなと思います。ふう、どうなんだろう。本日私は一応まあ映画を見るということでね、じゃがりこじゃがりこ買ってきた。うるさいかもしれない。もう最初に食べてもう一切手をつけない可能性もある。うん、吹き替え版ですか。いや、吹き替え版を見ろというお達しなので、吹き替えを見させていただきます。ちょっとね、普段は字幕派なんですけど、吹き替えはどうなんですかなんか割と字が出てほしい派なんだけど、まあまあ聞き取れるだろう、日本語だし日本語だし吹き替え版が楽しい。じゃあさ、字幕版はもうクソってこと何も面白くない、もしかして。使えばな、そんな言うならおもろいんだろうなおもろいんだろうな、うん、めちゃくちゃ昔だね。めちゃくちゃ昔の映画だね。あんま、なんか昔の映画で何見たことあるかな2ぐらい。そんなに昔の映画見ないんだよな。羊たちの沈黙みたいな、あれいくつだっけ。まあどうなんすか、昔のアクションが見れるってことね。私好きなアクション映画アベンジャーズとか、マーベル系なのでよろしくお願いします、もう CG バリバリのめちゃくちゃね、最新の技術を使った映画ばかり見ているので、この頃のアクション映画どういう撮影の仕方になっているのかとかねいろいろな角度から見ようかなと思いますよ当然 CG ない。あ、そうだよね、そりゃそうだよね。どういう、まあ、なんかカット割りしてうまいことをこう、うまく爆発するんだろうな。うまく爆発してんだろうな。ちょっと楽しみだね。じゃあ、じゃがりこ開けますわ。じゃあもう、早速。おりゃ！買っちまいましたよ。味噌バターコーン味。味噌バターコーン気になって買っちゃった。あー、コーンだわ。私、じゃがりこ、じゃがいもを買ったはずなのに、これはね、コーンです。もう、缶詰の汁の匂いする。缶詰の汁の、トウモロコシのな。コーンのやつだわ。まだ味噌があんまり来ないですね。じゃあちょっとお先にいただきます。
これはね、缶詰のコーンの味。うん。今味噌探してる。味噌はね、多分あんまいない。おそらく。これはね、トウモロコシだね。トウモリコ？トウモリコみたいなのあるよね。枝マリコみたいなやつもあるし。いや、それよりね、缶詰のトウモロコシの味するよ。缶詰のトウモロコシっていうか、缶詰のトウモロコシの汁の味。あ、ちょっと感じるかも。やっぱじゃがりこって2本目からだな。いや、でもあんま味噌いないな、やっぱ。あれ飲んでるのか。飲んでねえよ。別に飲んじゃいねえよ。じゃあ、7分か。どう？もう来ないかな？もういいかな？まあ、知ってる人ならね、途中から再生したって問題ないし。まあ、私と一緒に初見の人は最初から見た方がいいとは思うが、いいだろう。もう行こう。ちょっと待ってね。これ、ちゃんと再生できるな。あ、ちょっと待って。まずいまずいまずい。流しちゃう。切って。危ない。危ないって。よいしょ。5秒以内ならセーフ。危ない。放送コードに。ラジオも5秒以内ならいいらしい。YouTube は知らん。よし。じゃあ、お再生しますか。お再生を。皆様はこの画面に表示されているタイマーをちょっと参考に再生してください。よし、行くぞ。行くっきゃねえ。あ、違うな、ちょっと待ってね。再生が。どうすんだっけ。こう。行け！カウント？いや、もう私再生してるよ。チャ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 ーって言ってるよ。チャ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 ー言ってたよ。あ、もう始まる。あ、もう車来てる。車っぽいの来てる。もう始まってる。早い。え、958確認しました。もう見えております、私。ちゃんと吹き替えだよな。コマンド吹き替え版。いいよ。車だね。車が見えてる。これゴミ収集車。おそらく。大丈夫、ちゃんとみんな、今58秒のとこだよ。再生してる？ブーン。あ、ご夫婦。静かにしろ。すぐイチャイチャするな、海外のご夫婦。で、絶対一緒に寝てるよな。
外のゴミ収集車こんな感じなの？怪しいけど。よかったね。お待ってたわ。もう名言が出てる。おーおーおおお。かっこいいじゃん。もっと面白いセリフかと思ってた、それ。もっとなんかギャグシーンかと思ったよ。確かに。なるほど。ビニールなのか、これ。ああ店内でエンジンがかけられるいいね。ああ、もうボロボロだよ。もうボロボロ。え、死んだの？ボロボロになりすぎる。笑っていいとこかわかんないよ。すごい破れてたわ。そうなるかもしれないからな。ちょっと惹かれたことないから。ギャグかっつぐらい破れてたな。全部笑っていい？いいよね、なんか思い切りがいいね。おー、こんなアンテナもうないよな。思い切りがいいね、やっぱ昔の映画は。何の説明もなく爆発するもんな。お、来たか、ついに我らのムキムキよ。かわいいシューズ。かわいいんだけど、シューズが白いスニーカーだわ。すごい！これ、ガチで持ってんでしょ？やばいなぁ。やばいね。おい。何歳なんだろう、この時。ケツプリプリやん。ケツがプリプリよ。お、それで確認する？いいね。声ずっと一緒？源田鉄章さんだっけ？わしならブチギレる。いいね、いい導入だね。かわいい。かわいいなぁ。あ、声違うんだ。へぇ。あ、いいね。何が釣れんの、これ。
あ、今食って良さそうだな。わっは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 って言ってる。わっは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 。すごいな、山にこんないい感じのお家。常に笑顔、確かに。確かに常に笑顔だな、しわちゃん。なに？え？教えてよ。教えてよ。なに？なんか塗ってたのかな？なんだろう。そうよ。そうよ、そうよ。大丈夫？低くない？めちゃくちゃ低くない？うおーい！うおーい！なんだあいつ？危ないって？うわ、すごい、こんなとこ泊まれるんだ。うわ、すごいテクニックよ。何です？偉そうな人がやられたから戻しに来たんだな、きっと。予想。大佐。笑顔だ、笑顔。カビ将軍？あ、部下だったのか。じゃあ心配じゃん。じゃあ残るよ。行くん？帰ったわ。すいー。
いいとこだな。早い早い。アベンジャーズより展開早いわ。もうやられちゃったよ吐いてく吐いてくだ。おお、めちゃくちゃある、めちゃくちゃあるぞ。なんかこういう映画あるよな。犬殺されてブチギレる映画。死んだわ死んだわ。あ、そう、ジョン・ウィック。なんだ後ろの絵は。オッケーいいね、いいテンポだよ、早いこいつがだんだんなんかね、黒幕でこいつをどう倒していくんだろうっていうところかなと思いきや、もうやるんだね早いよ。ああ、白いシューズが、白いシューズが汚れちゃう。こんな真っ白なシューズ履きます?あい。ええびっくりしてる。びっくりしてるよ、自分でも。そらそうよ。めちゃくちゃびっくりしてる。お、いいね、いいとこ。ああそりゃ止まれんよ。そりゃ止まれんのよ。止まらなくてびっくりしてる。ああすごいすごいすごい。すごいすごい。そんな止まれない？あ、追ってるんだ、落ちてるんじゃなくて。いや、びっくりしてるね。少女びっくりした顔してる。おーおーおーおお。わあ、もうちょっとよ。武器は、武器。武器は、即。あ、さすがに。みんな同じ方向から来るな。お。何?あ。もう。あ!ちょっと待って、何を打ち込まれたんですか?なんか打ち込まれましたね。パタッつって、死んだわ。あ、麻酔だ。
か言いたかったね。コマンドって言ったよ。こいつカビポン。おもろいネクタイだな。せやな、まあ、最後に殺そう。最後かな。あいや、その手の振り方は。うお、ファーストクラス。昔の飛行機か。ガン見。そうだね、ファーストクラスでこれって結構狭いよね。
膝ついてるよね、前の椅子に。もう？どうやったの？ちょっと早いって。死んだわ。もう死んだ？死ぬほどな死ぬほどな。いやいやいや、離陸や離陸。いや飛べないでしょこれ。これ飛べないでしょ。おガンガンいっちゃってるよ。何？ワンちゃん、あー飛んじゃった今ガタガタよ機内大変だよ、もう上がるの。おい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 、お客様？お客様？おいおいおい、お客様？無理でしょう。わわ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 、降りんの？お客様？早すぎる早すぎるって。よくしがみついとる。これで行くの？これで行くの？え、どうすんの？海で落ちんの？いや、むずそう。ええー、意外と浅いとこじゃん。浅すぎる。おー、降りたわ。降りたわ。防水だわ、時計。お、塔で行くの？塔だわ。ガンダッシュ。どうすんの？お、すごい流れるように。おーおーおー、ガバガバだなセキュリティ。うん。うん。うん。あ、ひねり潰されそう。いいね。ターミネーターみたいな音楽してるわ。あ、いる。
びちゃびちゃよ。びちゃびちゃじゃん。お、行くのか？これな、なんなの？なんか来てます。違う？違うわ。関係ない車だったわ。ん？アバズレって聞かないよね、今。そうよな、動くな言うてな。いけるのそれ、手で。空手。むしったやん。頑張って。これなんで椅子むしったの？え、これなんで椅子むしったの？せやな。見つからないように結構乗り出してるよね。結構、女の人と同じ雑魚になってるよ。止め方。7メートル？これシートないんでしょ？日産！でかい日産！パチモンみたい。おお、こんなガラス張りのエレベーターが。
昔って思ったより昔じゃないな。お、一回断るの何なんだ一回とりあえず断るんだな。私なら全力で逃げるね。まあまあ目立ちそうな位置にいるな。いいから行けって。お、意外と立ってない、意外と。あ、いた。いた。見えてる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 。頭のいかれた頭のいかれた。いい声だな、ビックス。ビックスの声、いいぞ。マッチョマンの変態。あ、まずい。筋肉盛り盛りマッチョマン。英語なんて言ってんだろう、筋肉盛り盛りマッチョマンは。あー、まずいこれはまずい。あー、これはまずいです。あー、もうダメだ、娘死んだわ。小銭？お？おお？どうなっちゃうの？ゴリラないよ、やってること全部。竜が如くでしか見ないこの力はさ竜が如くよ、これ。おー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 い。いいね。あー、やっちゃった。あー、やっちゃったな。もうこれはおしまいよ。やりすぎよ。あー、もうめちゃくちゃよ。もうみんな犯罪を犯していく。やばいやばいやばい。何それ。そう。
おお。本当にしょうちゃん？すごいな。おお、次から次へと来るぞ。ああ、引かれた。引かれてますけど。あれ、持ってる。やるんか。まずいまずい、娘が持ってかれちゃいましたよ。お、行くの？ごもっともなんだもんな。何があったか、もう誘拐以外なんかある？そうだね。下手くそー。下手くそー。結構ゆっくり走ってるように見えるけど。お、ショートカットだ。ぶつけといてびっくりしてる。同じぐらいの車だな、これ。同じ車か？ああ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 あ、何発撃った今。思ったよりなんか派手にいかなかったね。トントントンって言って。さすがに逆さになると危ないもんな。横になってトントントンってなった。バインバイン。おお、わあ、すごい。持てるもんなんだね、そうに。すいません、片手で持ってる。人間を片手で持ってる。え、これ CG じゃないの？お、そうだそうだ。あ。嘘だったわ。ん？うん。
なんかみんな可愛い車乗ってるんだよな。みんななんかめっちゃ可愛いんだけど車。すごいな、この部屋。意外と時間ある。めちゃくちゃ時間あるぞ。お。ん？でけえ。でかいぞ、車が。うん、なるほど。あ、今シャワーの音鳴ってる？あ、やれない。うわ、危ない。なんだこの音。なんだこの音は。ちょっと回転が。ちょっともっさりしてるな。もっさりしてるって動き。あ、いいね、いいね。隣とつながってる。よいしょー。よいしょー。いや。
壊れ方してる。コントよ、コント。すごい勢いで刺さったけど。死んだわ。何刺さったの？何が刺さったのこれ？あ、テーブルの足テーブルの足貫通しちゃうのか。確かに。いいね。新しい車にどんどん乗り換えて。超新品だよ。もう着いたわ。早すぎる。すごいな。この頃カーナビとかもないもんな。まさか？嘘、手でいけちゃうの？もうバイオこの人が行ったらもうぐちゃぐちゃだよ。めちゃくちゃになるよ、バイオ。そこから行くんだ。流れるように。まず上かなーつって。めっちゃいる。早い。早い。これは気絶。あるある、ゲームである。ゲームであるわ。でもゲームもさすがに後ろから行くんだけどね。すごい、こういうのもできるんだ、やっぱ。
すげえ。有能すぎる有能すぎるぞ。買い物？買い物？真顔なんだよな、真顔。あー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 まだ行く？まだ行くの？あー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 もうめちゃくちゃだわ。何の音楽よ。何の音楽始まった？おお。何でもありじゃん。取り方よ。パキーン。あ、それいる。泳ぐ気だわ。それはどうすんの？さすがに開かない。開いてくれ開いてくれ、なんか開いた勝手に開いたんだけど、何したの、何やったら開くのそれ。開いてくれっつって。すげえ。何やだよ、ここ。普通の店じゃないわ、これ。普通の店にロケットランチャー置いてないよ。GTO でもあったかな？ GTO じゃない。GTO 。お！そらそうだわ。早い！早いって！これ優秀だわ、この警察官は。早いわ、早めだわ。ちょっと待って、もう捕まってるんだけど。いや、そりゃそうよ。せやせや。なかなか捕まんないけどね。ああいうのなんか蹴散らして突破するもんだけどね。お。それダメだって。いや、死んじゃうよ。うまい。うまい。
うますぎる。コントみたいになってるね、毎回。なるほど。片付けマサー。大荷物よ。あー、痛い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 。気絶のさせ方がうまい。そんなだ。おう。焦げ。早くしないか。なんでもう、どっちもエイムが下手くそすぎる。動けてんだよ。昔のテレビの直し方のやつだよな。あー、だったわ。ようやく当たりました。飛ぶの？セスナ飛ばしてないのか？何が始まるんです？何が始まるんです？あ、意外と時間なくなってきた。
墜落。何撮ってる。おうおう、どうしろ？娘？まだ娘？ねえ、いけんの？おーい。天才じゃん。キュイキュイ。あ！そりゃそうか。すごい色になってたな。あまりにも。なんで脱いでるの？なんで脱いでるの？すごい、ついたわ。パンツ一枚。ムキムキすぎる。あいい、あいいね。あ、いいね、フル装備だわ。あ、それいるの？やばい。クリスもこんなにモテないもんな。
うわーすごい。重量やばそう。待ってる待ってるぞ、来ないなっつって。あー死んでる。事件だよ事件。大事件です。早い。あれもしかして、あ、やっぱりって。早かったな今。あ、やっぱそうだ、もう電話ボックスも早かったな。近くにあったな。お、出た。うわ、痛い。これやっちゃってる。やっちゃってるやつだ。お、あ、くー、あー、怖い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 。グロはダメですよ、グロは。何それ。忍者じゃん、忍者。すごい。普通先にやられるよ。あー、死んじゃう死んじゃう死んじゃう。危ない危ない危ない。いや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 、無理無理無理。すごーい、すごーい。うわー、いったねー。あー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 。よく仕掛けたわ。全部やっちゃおうぜ、ここも。お、おー、すごーい。意外と崩れるようになってるな。自分でもびっくりしてたじゃん。出たわ。あー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 。便利だな、ロケなんて。あ、でももう使っちゃったよ。もうロケランないってこと？
来たね。なんで屋根の上にいるの？屋根の上でその銃なのっていう。おい。すごい、こっちの銃だけ全部当たるわ。とりあえずわーって出てきてるだけだ。よいしょーっつって。あ、まずい。あー、ついに爆弾には弱い。あ、そうか、投資路ばかりだからか。お、武器だ。え？何これ？え、やられちゃったの？あー、やられちゃってる。まずそう。まずそう。ダメっつってるでしょ。カルロ。あー、カルロ。痛そう。あいきなりのグロ。めちゃくちゃいるな。めちゃくちゃいるな。すごいいる。もう狙ってないでしょこれ。とりあえず当たるかなっつって、いいな、私もこの当たってでバシャーンってなりたい。銃持ってわーってシュワちゃんに向かって行って撃たれてうわーっつって。いや、屋根来たけど。どう考えてもそこじゃないよ。なんで、なんで屋根来たの？危なそう。なんだここ、何室？ほら下じゃん、やっぱ。なんで上がったんよ。あ、中入った。ついに呼びかけ始めた。
打たなくていいんや、もう。その顔いいね。おーおーおーおお。あ、ショットガンしかない。バゴンバゴ言ってますよ、バゴンバゴ。そんな身を乗り出して打たないとなの？あー、そらそうよ。いてー。お、来たぞ。なんか昔の映画って必ずこんな感じになるな。よくわからん工場みたいなところで追いかけっこするやつ。ああ。まずい。まずいぞ。もうなんか脱いでるの面白いもん。逃げ方よ。確かめろよ。出したよ。出したよ。眉間は？撃てよベネット。撃てよベネット。はじき？ベネット！ベネット！ベネット勝ち確だったじゃん。いける！いけるぞ、ベネット！あー、ベネット！もうダメだ！いけるぞ、ベネット！いけるぞ、ベネット！ボゴーンって抱き合ってる。あ、いいね。もう殴り合いにしよう。うまい、ベネット。あ、それはすごい。投げちゃダメだよ、使わないと。あ、いい。勝ってる、勝ってる、ベネット。ポキポキいったよ。え？あー、危ない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 。熱い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 。燃える燃える燃える。いい顔してる、いい顔。いい顔してる。いいよ。
いいね。いいね。顔芸対決。なんだそれは。なんだそれは。あ、強い、ベネット。ベネット強すぎる。電撃無効じゃん。お、いい。マットみたいになってる。マットみたいな速さだったな。え、それ。すごい。最終的に、やり投げだったわ。そうはならんやろ、そうはなるのか？地獄に落ちろ、ベネット。ああ、終わった。ベネット強すぎたな。クラウザー戦、確かに。クラウザー戦だったわ、今の。完全に。確かにもう、トータルバイオ4だよね。かっこいい。かっこいい。一人で奪還したわ。引いとるやん、もう。せやな。もう塗ったやつべちょべちょやん。鼻真っ黒になってるよ。もうべちょべちょになっちゃってるよ。誰？この女の人誰？パパ。パパ、この女の人誰？そう、運転して帰れるの？もう慣れた？運転。傾いてるけど。すごい。うわ、すごい！飛んだわ。傾いてるけど。横向くわ。旋回してますけど、大丈夫？低くない？すごい。うますぎる。え、もう終わり？終わったんだけど。もう1時間半経ったの？逆に。早すぎる。終わったわ。早っ。これはもうエンディングで終わりかな？終わりっぽいな。じゃ、切ります。
とても濃い映画でしたね。いや、めちゃくちゃテンポ良かったな。めちゃくちゃテンポ良かったぞ。ああいうさ、なんか娘奪還系はやっぱテンポが大事だよね。96時間とかもすげえ好きなんだけど、それっぽい。96時間っていう映画を見たことない人はね、ちょっとおすすめします。もうこれです。こんな感じ。いやー、よかった。名作と言われるだけあるな。いや、そう、なんかアクション映画ってこれぐらいの時間がちょうどいいね。特にこう娘をすぐ奪還がこうね、ミッションってなってると。96時間の娘奪還です。あの、もうすぐにあの娘を追跡して、なんか壊滅させるマフィアだからなんかあっちゅう間にあの壊滅させるね。なんならもう街をぶっ壊しまくってそういうやつ。96時間2も出てるはず。1がね、べらぼうにおもろいんで。一人で。この壊したやつって大丈夫なんですかみたいなね。え、あの、死んだやつはいいんですかとかさ。もう、めちゃくちゃになっちゃってますけど、この建物とかね。もう、こういうのもいいんですかみたいな感じだけど。まあまあまあ。娘が帰ってきたんで、いいでしょうってね。終わりよければみたいな。こういうんでいいんだよ。これでいい。こういうんでいいよ。いやー、おもろかったなぁ。やっぱアクション映画だな。みんなと見るには。まあ、あとホラーかな。ホラーはどうなんだろう。私結構静かにしてた方がいいのかな。いや、でもさ、おかしいよって思ったところは言うもんね。言いたくなるもんね。なんかおかしくない？いや、そうはならんやろ、みたいなね。でもなんか、怖いホラー系だとさ、いや、それはちょっと野暮ですよ、みたいなさ。なんか、いや、そんな怒らないじゃん、みたいなね。いやいや、そこがおもろいねんつね。なんかコナンとかもそうだけどさ、いや、それは無理じゃない。そのトリックはさ、さすがに大規模すぎてさ、この犯人一人じゃ無理でしょうとかさ。まあ、そういうところをね、突っ込むとこじゃないからさ。まあ、なんか。突っ込んでもいい映画は助かるね。アマプラならもう何でも見れるから、次もなんか見ますかね。アベンジャーズアベンジャーズは結構覚えてるぞ私。何があるかな。アベンジャーズそもそもアマプラになくない？なんかディズニープラスとかじゃない？あ、でも一応ある。あるんだ。あ、ネットフリでもいいよ。ネットフリも一応見れる。どっちが多いんだろう？アマプラ入ってる人とさ、ネットフリ入ってる人？なんかアンケート取れたっけな。アンケートの取り方忘れたわ。なんだっけ、なんかコメントの、いや忘れたな。
アマプラ、アマプラ、アマプラ。アマプラか。断然。アマプラはいろいろ映画以外もあるもんね。アマプラ多いね。私も最近ネットフリあんま見てないな。おすすめ。おすすめ、最近あんま見てないな。家で。むしろなんか、外で見ちゃってる。最近は、何見たっけな。なんだっけ。あ、ドラゴンボール。最新見た映画、ドラゴンボールだわ。あとは、なんかいい映画あるかなぁ。なんか見るもんないかなぁつってさ、とりあえず。なんかさ、ドラゴンボールの評判が良かったから、ほーんと思って見たらさ、結構面白かった。なんか、おもろいっていう普通に良かった全体的に。なんか動きも良かったし、ストーリーの流れも良かったし、めっちゃおもろかった。ピッコロさんが好きならいるのか分かんないけど、ピンポイントすぎるの。ピッコロさんの、なんか、ファンディスクみたいな。ピッコロさん好きならもう行った方がいい。ブロリー、わ、ブロリーいたわ。ブロリーって今こんなになってんだ、みたいな。あんまり、いや、てかね、あんまり知らないのよ。その、新しいのかわかんないけど。スーパーサイヤ人なんちゃらかんちゃら、うんちゃらかんちゃらみたいな。やつは知らないんだけど。でもなんかブロリーが普通にいるのがびっくりした。あ、今ブロリーっているんだって。普通にいるんだって。ブロリーの映画見てない。なんでブロリーがいるのかもわかんない。どういう流れでみたいな感じ。全然わかんない。あ、そうそう、ゴッド。でもなんか漫画はね、ちょっと見てたから、なんとなくはわかるんだけど、登場人物自体は。だけど、それぞれがどれぐらいの強さか、いまいちよくわかってない。昔とは違う世界線のブロリーなの？もう、わけわからんな。昔もわからんけど、全くわかんないの。そもそも何なの？ブロリーって。そういうレベルで知らんから、ブロリー。って本編にいないよね、あいつ。いるのかな。わがまま、あ、そう、身勝手の極意みたいな、そういうやつの、おー、漫画でなんか読んだなーぐらい。おー、漫画で読んだかなーっていうぐらいだな。全然あんまり。いや、でもよかったね。まあ、映画館で映画見るのが本当に結構好きだから、何見たっていいんだけど。また、こういう感じのはね、もう、突っ込めるからね。いやいやいや、って。映画館も、
たまに吹き出したりはするんだけど、なかなかね声は出せないから。おもろかったです。ブロッコリーって栄養豊富なので最強。カカロット、キャロット、でもベジータは王様でしょ。ベジータ、あと何いるよ。ナッパ。ナッパ、ラディッツ、もうないわ。ターレス。ターレスが誰だか分からん。すげえよ。だってさ、出てくる声優さんさ、もう70いくつとかでしょ。でピッコロさんもさ、確かね60いくつの方でしょ。出てくる方がもうベテランしかいないからね。嘘やろっつって、めちゃくちゃパワフルだよ、声がすごすぎる。D ベテランな。70超えてんの？70超えててあのピッコロやったの？あのセルがさ、まあ、セルが出てくんだけど映画に、あのセリフなかったよ。一生食らってるセリフしかなくて喋ってなかった。めちゃくちゃ食らってるセリフいっぱい言ってたんだけど、うん、一言も喋んなかったわ、セリフなし。台本どうなってんだろう、めちゃくちゃ気になる。台本が多分カッコ食らうって書いてるだけな気がする。レベルでもう一瞬ブワーッつってた。ブルーブルーっつって、これをやらせられるってすごいよなって、これはすごい本当に。若本さん疲れてました？これはね本当にね疲れると思う。マジで疲れるよあれ。うわ大変。もう大丈夫かなっていう感じで見てたもん。こんなにずっと早く楽にしてあげてほしいって思ってたもん。いやでもちゃんとなんかセルだったし、若本さんだった。若本さんかなセルかなみたいな、どっちかなって思うぐらい、もうなんか同化してた。すごかった。よかったよ。よかった。ビーデルの中の人ってさ、パンちゃんと一緒？パンちゃん出てきたんだけどさ、3歳だよ、3歳。3歳のパンちゃん出てきたんだけどさ、超可愛かったよ。はぁ、可愛い。一緒だよね。可愛いんだよ、パンちゃんが。あ、そうそう。鳥山先生がね、お気の毒でしたっていうコメント出してたの超面白いわ。あんたや。やらせてんのあんたやって。監督あんたやって。よかったわ。水口さんもすごいよな、全然声変わらないし。ブルマが声変わったんだよな多分。
うん。暑いなぁ。まあまた、アマプラ見ますか。何か良さげな、コマンドのような良さげなゲームじゃないや、映画見つけましたら教えてください。なんかこれみんなで見ると面白いんじゃないかと。あんまりなんか、静かなやつよりは、ワイワイと見たいなと。ワイワイできるやつがいいな。なかなかこうネタっぽい映画、むずいけど。コマンドレベル。ブロリおすすめ？そんなおすすめ？ドラゴンボールを、まあ、でも映画館結構普通に見れたから全然突っ込むとこなかったんだよな普通になんかピッコロさんがいっぱいぬいぐるみをもらってるあたシーンが好きですゴッドファーザー、あ、知らない、長そう。まあまた考えよう。そうじゃなくともいいねってなったら見ますわふう、連日さ、私マイクラしててマイクラしまくってて、今ね、なかなかいろんな装置が出来上がっていて、ようやく粘土が生成できるようになり、今ね、何してっかなちょっとお家を作り始めたり、まあ、してますかね。あ、キングスマン面白かったよ。キングスマン好きだよ。まあ、でもキングスマンはね、1が好き。2はなんだっけな。まあ、2以降はね、そんなに1が好き。あー、なんか韓国系映画なんだっけな、なんか面白かったけど忘れちゃう、すぐ忘れちゃう。視聴履歴とか見れんだろうな。まあいくらよ。いや、そう、キングスマンなんかもうキャラ変わっちゃうのかな。変わっちゃったからな。やっぱね、ワンのキャラがいいんだよな。ワンがな、良かったからな。でもね、日本のホラー映画は大体面白い気がするなんかいい意味でいい意味で面白い気がするあんまり私さ、邦画見ないんだよね。洋画ばっかりで。なんか邦画ってちょっと見れない見れない。でもこういう機会なら見れるかも。明日もなんかしようかな。
うん。明日はマイクラするかも。でも裏でやるかも。裏でやるかもしんないけど。来週の土曜日に、まあ、ニコニコなんですけど、ちょっとグッズのイラストを描いてみようかなっつう放送をします。あれ土曜日だっけ？あれあれ20日もあるな。あれどっちにしたんだっけ？ん？20日だった20日だった YouTube でもやりたいんだけどな、何かを、なんかやる予定だったんだよな忘れちゃった。これはやっぱコーン味だわ。バターも味噌もわからん。お風呂がいいですよ。いや、本当は昨日やろうと思ってたんだけど。スタンプはちょっと20日終わってからかな。ホールガイズめっちゃ人いるんでしょ？ホールガイズはやろう。なんか音楽流そう。ここ見てなんかして、まあ私の一存じゃどうしようもないからな。とりあえずね、8月13日にマイクラはあります。なんと18時から。8月13日18時マイクラです。カポミで謎の長時間エンドラ討伐頑張っていくぞ。配信、あ、ラフトやりたいよ。ラフトめちゃくちゃ作りたいそれはやりたいんですけどね、まあ、ちょっとなんかちょっとタイミング悪いらしいちょっと誘いはするんだけど、もうちょっと待ってっていう感じだったんで、ちょいちょいお忙しいらしいので、うん、まったりまったりかと思いきやサメに食われるラフトいいと思います。目薬っていい？目薬もう全然いつ終わってもいいんだけど、全然いつ終わってもいい
だ。今マイクラとラストやってスプラまでスプラまで耐えるかっていう感じね。今なんか始めちゃうと多分終わらんから、まあでもなんかどっかでガッてやってもいいんだけどね、何か重いのがあるなら。まあ、でもあんま出ないもんな。耐える。耐えるわ。スプラ。スプラまでにちょっとリハビリしてもいいかなとは思うからね。まあ今できんのかな。バイトだけやるか。とりあえずなんかバイトだけやっとく。練習。そんな操作変わらんだろうと思うからさ。モンハンはやってない、全く手つけてない。ロコン壊れそう。まあ壊れるんじゃなかろうか。プロコンな、上ボタンがなすぐ壊れるんだもんな。最近出てんのはどうなんだろう、新しいやつ。まあでも私もう純正じゃないからね、使ってるやつ全く安いやつで問題ないっていう。まあ問題ないならね、いいと思う。純正高いからな、めちゃくちゃ高いよね。EDF はもう Steam 待ち、なんならもう Steam 版出ますよみたいなこと言ってないかな。 EDF いくつ、 6?チーム、ない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 ね、ありまへん、悲しい。まあでもどうせ来るよ、過去のやつがあるからね。そのうち多分いつかそのうち多分いつか終わるんじゃないかな。やりきれと思います。まああとプロコンは買っといて、マイクラだな。ラフト進めちゃうとまずいもんな。ラフトもやりたいんだけどな。なかなか集まらないとね、進められんから。ってなるともう一個な。まあ、フォールガイズはやるか。フォールガイズはやるか。新コース、あ、新コースいつだろうね。マリオカート、マリオカート新コース、いつ、いるはいる。
かりません。全く情報なし。8月にあったっていいと思うけどね。ないのかな。ないな。なんの。でもあれじゃない、あの任天堂ダイレクトがあってさ、この後配信されますみたいなやつ、この後すぐ配信ですってやつ。なんか思ったより開くよね。もっと早いスパンかと思ったら、じゅえんじゅえん、こんな。まあ、しょうがないんだけどね。しょうがないんだけどさ。8月のおもろいゲームはなんかないんですか？もういいで、ほんと。ゲーム？うん。ファクトリー5、これもうあるやつだよね。ちょっと待ってよ、スイッチとスチームだけにしたいんだけど。でもスチームにするか。7月はない。信長の野望申請は気になる。気になるだけ。なんだろう、なんだろう。SD ガンダムバトルアライアンス。ガンダム知ってたら面白いんだろうな。8月25ソウルハッカーズ2、これだな。もう次私が買うゲーム次のやつはもうソウルハッカーズだわ。もうそれ以外は決まってない。ドラゴンクエスト10、目覚めし5つの種族、オフラインデラックス版。オフラインであんの？10月7日、マーベルミッドナイトサンズ。ないな。スイッチで探そう。スチーム全然ありまへん。あ、スイッチにもある。信長の野望。あ、ライブアライブ。ライブアライブはちょっとやってみようかな。全然知らんから。何が何だか何が何だか全然わからんから。ライブアライブって何なんだろう、そもそも。 RPG なんかな。 RPG っぽいぽい。これリメイクなんだよね。
戦闘が独特。へえ。ね、名作っぽいからね。全然わかんないけど、もう名作って言われたらもうじゃあやるかっつってね。まあでもさ、FF 名作って言われてさ、今やるとさ、別に多分そうじゃないと思うから、なんかむずいよね。まあまあまあ、昔は名作だったかもしれんけど、今はどうかなみたいな。スイッチの方がいっぱい出るな、いろいろ。ゼノブレイド3、ゼノブレイドをやってないからな。SD ガンダムバトルアライアンス、スイッチにも出ます。謎報告。ポケモン、ポケモンバイオレットかな、紫。紫色キャラだからもう紫にするわ。そう、11月はねポケモンもあるし、9、10、11は多分もう忙しいよ、ゲームで。やらんといかんっていうゲームでいっぱいになってると思う。あ、9月9日はスプラトゥーン3です。その後ね、なんか出た気がする。9月。なんだっけ？今見ております。うわ、9月かって思ったんだよな。ないわ。10月だったかな。10もない。何だったかな。なんかファミ通読んで、あーって思った気がしたんだけどなーい。11月18日ポケットモンスターバイオレット出ますね。早くなんかドラクエビルダーズ出ないんですか。ドラクエビルダーズ早く出してほしいんですけど。7月19発売のストライプレステのゲーム、開発チームは人間のスタッフより猫の数の方が多い。何ですか。ゲーム、あー、なんか見たわ。ファミ通で見た気がする。発売されましたって。え？してないわ。発表されましただわ。怪我をし、一人ぼっちになってしまった一匹の迷い猫。忘れ去られた都市から脱出するため、この異世界の謎を解き明かしていく。ほう。プレイヤーは猫となり、三人称視点でネオン街やダークな雰囲気の路地裏を自由に歩き回り、真相を追っていく。ほう。猫が
リアルだな。猫になって棚から物を落とせるらしいよ。専用のミャウボタンを使うと心ゆくまで猫の鳴き声を発することができる。もうあれ？そうでもないか、もしかして。寝る。一日の大半を寝て過ごさない猫は猫とは言えない。うたた寝する時間や場所を選ぶことができる。丸くなって満足げに喉を鳴らせば、コントローラーが震える。爪研ぎ。家具などの表面を引っかくことも可能で、なんかワイヤレスコントローラーのアダプティブトリガーのフォースフィードバックにより本当に何かを壊しているような感覚を得られる。はあ。周りの環境を感じ取る。これも特定のアイテムを操作する場合もワイヤレスコントローラーのパブティックフィードバックによりそれぞれの行動に合った感覚を楽しむことができる。どう？興味惹かれてきた？住民はロボットなんだって。雰囲気ゲーだね。雰囲気ゲー。この世界を猫になって楽しむっつ感じ。でもいいなと思ったんだけどさ、プレステしかないんだこれ。しかないんだよな。プレステ、スティームに出していただきたい。でもありそうだな。ないかな。うわ、ある。あるわ。10% オフで。やるか。やってみる。日本語、インターフェース、字幕対応。どんぐらいで終わるんだろう。めちゃくちゃさ、なんか探索要素すごすぎて終わるの大変とかだとあれだな。いや、これはちょっとお気に入りに入れとこう。よいしょー。じゃ、終わりますかねー。明日は多分、フォールガイズかマイクラします。よろしくお願いします。やらないかもしれない。じゃあありがとうございました。コマンド面白かったです。ほんならみんなおやすみ。じゃあ